深夜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 し毎回やる？よしよしよし。いやー深夜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 。なんでブエなの？ブエ。あのさ、取り壊してるよね。なんだっけ？立て品？ホテルグランビュー、グランビュー建て品。一応さ、これなんだ、立ち入り禁止ロープが貼ってあるでしょ。そうですね。でもこれあのあれだよね、業者が入って壊してる途中でここにあったんだろうね、ホテルだと思います、うん、でこれ全部つながってたんだろうね、うん、であれ別館か従業員の部屋かかな、うん、さすがに中に入る勇気はないんですけど、入ったら怒られちゃうもんね。もうプンプンってやられるよね。玉岡ん？玉岡なんかなんか。中村？おい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 。一応さ、なんだろう。立ち入り禁止の部分じゃないところを今歩ってるんだけど、なんだろう、あの取り壊してるところ見学できますよみたいな通路になってるよね、ほらほら、お優しいね、素晴らしい。まあでも入っちゃいけないって言うんだから入らないよ。お、涼しい。一応あれなんじゃない、当時のあの荷物とか映ってない？映るんじゃない。ほら、あーもうね、でかすぎてなんだかわからないっていうね状態だよね。まあさすがに危ないところまでは行かないようにして。これがホテルなんでしょ。バブルのね、名残っすね。あれは煙突だね。で、隣はやってんだよな。隣はやってるんだ。うん。ね、煙突があって、あそこ風呂かな。煙突あるか。なるほど。じゃあもう一度こっちに戻りまして。わかんない。危だ。なんか立ち入り禁止じゃないところをずっと歩いてたらいつの間にか立ち入り禁止のところにいるっていう謎の現象が起きてるけども、うん、なかなかだね。お、ここは駐車場じゃない？なんか生物いらないかな？そこそこ生物はいる。あれなんだろうね。でもさすがにあそこまでいたらダメのような気がするから行かないけど。おい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 、ちょっと一回止めましょう。